これから RDM の敷地内で飛行の調整をしたいと思います。時刻は現在、6月20日、14時54分です。今機体の前にジンバルを取り付けましたので、ここにカメラをつけて空撮と映像伝送ができるかというのもチェックしようとしています。午前中はですね、風はなかったんですが、だいぶちょっと風が出てきました。前方のテントの屋根ですね、ホロが風で叩いているのが見えるかと思います。センター敷地内の端の方ですね。この位置からだと研究棟はこういう位置関係になってます。どうやら映像が受信できないようですね。先ほどカウルを外して映像伝送の装置を取り付けた状態なんですが、ジンバルのところについているカメラですね。それが、全部切ってやってます。一回入れます。ちょっと離れて。はい。ちょっとしばらくまだ入れなくていいや。今ここの機体についてるカメラからですね、こちらの今マスヤさんが持っている、この袋状のものの中にノートパソコンが入ってまして、そこに映像が伝送されるんですが、そこに映ってないという状況です。で今機体の電源をですね、一度シャットダウンしまして、再度カメラが起動するかどうかというのを確認しています。今電源が入りました。ジンバルが動いてますね。お疲れ様です。ヤマケンさんはおやつを持ってテントの方に歩いていきました。ちなみに我々はお昼はうどん屋さんでうどんを食べてきました。とても美味しかったです。皆さん満足しました。明日も行くと言ってました。風が風速何メートルぐらいですかね、これ。今体感2、3メーター。2、3メートルですか。はい、常に、ね、上空行くともう少し、ですよね。ま、今のところ飛ばすのには問題なさそうですか。はい。
搬送するトラックもいっぱい連なって、今荷物を積み込むところです。製品がどんどん出荷されています。こちらの方にですね、機体の様子を見るための基地を設けてます。あ、今テーブルが運び込まれました。さっき部屋の中でやった時には飛んでたんですよね。移動中に何かが変わったってことですかね。そんなんすわかんないんですけど、ガタガタってなって何か外れたりするんだろうか。それ飛べないから。そうなんだ。するということだ。